国民生活センターによりますと、ジャンプ式折りたたみ傘を使って怪我をしたという相談が寄せられています。中には傘を畳もうとしたところ手元の部分が飛び出して目に当たり視力が著しく下がるという大怪我をしたケースもあるということです。相談の多くは取扱説明書などで禁止している誤った傘の畳み方が原因だということです。国民生活センターでは使用者に正しい方法で使うよう呼びかけると同時に業界団体などに飛び出し防止機能などより安全に配慮した商品の普及を求めています。